さんこんにちは、シェイパーの K ですけど、今日なんですけども、ちょっと今トラムに来てます。これはね、南東でサイズは腹胸ぐらいですね。で、まあ使用モードはまあ相変わらずなんですけど、最近お気に入りになっちゃってる、デュアルフィッシュのハイブリッドです。で、これ幅なんですけども、22インチ、厚みはまあ3インチないぐらいなんですけど、まあね、このボードの一番の特徴はアウトライン。このアウトラインが前がラウンドしてて、まあ、テールがフィッシュ。アウトラインそのものはあのデュアルシュモーズのアウトラインを採用してるんですけども、後ろをあのフィッシュにすることによって、まあ、シモンズの前のはい、どうも K です。今回のですね、動画からちょっと一本一本丁寧にちょっと解説を入れさせてもらうことにしました。で、何を伝えたいかっていう、まあ、ボードの特徴と、こういう風に考えてサーフィンしてるっていうことと、あとやっぱり基本的な技術っていうのがあるんで、これがね、怠っているとサーファーとしての、ね、伸びしろがなくなります。これコンテストに勝ちたいとかそういうことじゃなくて、サーファーとしての伸びしろをすごく示す部分なんで、サーフボードを常にこうね傾けた状態で乗る、
これね、すごく僕のあのレッスンで皆さんに教えてます。で、今日のまあトラミでサイズは腰腹セットで胸ぐらいの厚めのいい波、そこでのあのデュアルフィッシュのあの動きも見てもらいたかったんですけども、まああとはですね、あのオルタナティブボードがあの楽しいってことをあの皆さんにすごく伝えたいので、あのオルタナティブボードはまああのショートボードみたいにあの技の回数たくさん入れなくても、あのスピードをつけながら楽しむことによってあの技を磨くことができます。で、その結果後であのパフォーマンスボードにもその技術は生きてくるんですっていう、あの基本的なところも練習できるんだよっていうあのツールなんですよね。で、そこをあの伝えたくて、あの今日あのちょっといろいろ試行錯誤しながら動画を作ってみたんですけどですね、いかがだったでしょうか。まあ、もしよかったらですね、本当グッドボタン、コメントとか入れていただけたらですね、嬉しいんで。で、あとお問い合わせの後はこの後あのインスタグラムのですね、あの僕のページあの QR 載せておきますので、そこからのフォローの方をよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。